潜水春慶は、千葉県千葉市出身の、千葉テレビ放送アナウンサー。元中国放送アナウンサーラジオパーソナリティ、日円プロダクション所属。4歳からピアノを始め、小学4年の時に、島々恐竜へナソールを、小学6年の時には、散る花の舞を作曲。散る花の舞のモチーフは、モーネの会が、水蓮で、2016年夏に、ニューヨークに行った際に、 美術館にて本物の水蓮を鑑賞した。小学校は千葉市立新宿小学校に通っていたため、元プロ野球選手の掛布正幸や少年隊の植草勝秀の後輩にあたる。幼少期は地元の子供御子しに参加した。千葉東高校卒業後は1年の浪人を経て、2006年に学習院大学法学部へ進学。 二年次の2007年から三年次の2008年にかけて日テレイベントコンパニオン24期を務め思いっきりいいテレビなどに出演。2008年にはミスキャンパス学習院大学2008ファイナリストに選出されアナウンサーをしていた友人の姉に憧れてアナウンススクールの日テレ学院へ通い始めた。大学卒業後の2010年に中国放送へ入社。 横山雄二主催の東日本大震災チャリティーイベント横山ナイトに出演し歌ったり電子ピアノを弾いていた2012年2014年2016年には RCC ラジオチャリティミュージックソンの総合司会振興担当を務め2014年8月には横山との広島土砂災害チャリティーソング CD 広島の空をリリース売り上げはべて 広島市に寄付した。2015年10月7日には、広島東洋カープの同年公式戦最終戦、中日ドラゴンズ戦で、試合開始前の始球式投手を務めたが、試合は、敗れた広島は2年連続で出場していた、クライマックスシリーズ進出を逃した。お気に入りスポットは、呉市下鎌狩りで、のんびり街歩きをしたいお気に入りの場所になった。 2017年3月12日には、ライオンスポーツスペシャル第1回 RCC、広島女子駅伝競争大会に、桑原しおり、大本優子、新郎、広子、八谷しおりと共に、今生、女子駅伝部を創設して出場。潜水がキャプテンを務め、結果は12位であった。2018年3月4日の第2回も、 同メンバーで出場して潜水が引き続きキャプテンを務め、結果も前年と同じ12位で、タイムは41分36秒であった。2019年2月15日に自身が担当している、ラジオ番組、平成ラジオバラエティ5000様様にて、同9日に、東京で結婚式を挙げたことを発表し、3月末をもって番組を降板することを報告、退社後は、 関東で夫と暮らし専業主婦になるとした。3月22日の第96回横山ナイトに最後の出演をし、午前様々ファミリーの河村彩奈、中根幸也、KY ダンサーズ、淵上咲が駆けつけた。同25日付の中国新聞長官で、これまでと条件は違っても、東京を拠点に何かできる仕事をしていきたいと発言し、 今後の自身の方向性を示した。2019年4月以降は休暇に入り、同年8月末で中国放送を退社。同年9月1日付で日円プロダクションへの所属と同時に千葉テレビ放送に契約アナウンサーとして入社する。入社直後の同月は、千葉に令和元年暴走半島台風の甚大な被害があったため、これに関連した 報道特別番組などを担当していた2021年6月24日のニュース千葉にて産休を発表産休中のニュース千葉等の代役として同じ日ンプロダクション所属の安倍マ美が7月から担当するテレビラジオイベント DVD ディスコグラフィ関連書籍テレビドラマありがとうございます